どうもこんにちは、即果塾の久保です。今回ですね、ビジネスで稼ぐため、特にインターネットを使ったビジネスで稼ぐために必要な要素を順番にお話して、この動画をね、ご覧になった後ってのは、まあ、皆さんもね、自分自身でネットで情報発信で稼げるようになってもらいたいと思います、まあ。そんなに難しいことではないんですよ。ただ、取りかかるそのきっかけをつかむのが難しいですね。ぜひ、この動画を見た後にそのきっかけが見えるようになっていただければと。 えまずねこの情報発信で稼ぐために必要なもの、まあ、パソコンやスマホはもうお持ちだと思いますんでねそこは心配ないと思いますこれ持ってなかったらこの動画見れませんもんねその上でね商品をまずね自分で用意していただきたいんですよ商品を作るもしくは持ってくるっていうことがありますけども商品を持ってくるっていうのはいわゆるアフィリエイトです誰かの作った商品をこの動画とか Twitter とかブログで紹介することによってそれが売れたら その手数料をいただくっていう形ですよ、ね、まあこれは商品作んなくてもいいんで、えー、簡単かなと思います。そしてサポートもしなくていいですからね。商品が売れた後のサポートは商品を作った人がしてくれますんでね。どうでしょうかここは第一のハードルになりますかね難しいですかねまあこれをどうすればいいのか自分では回答がわからなければ、即課塾にお越しいただければ、まあ,あのこれね、ちゃんとお伝えできますんで大丈夫だと思います。 そして自分で商品を作るっていうのはちょっとハードルが上がりますけどもそんなにね難しいことではありません例えば私はね YouTube でねよくね昭和の47年にはどういうことがあったでしょうかとかね昭和48年にはどういうことがあったでしょうかっていうようなね当時のどんなことがあったかっていうふうな振り返りの動画っていうのを見るんですよおそらくインターネット上で検索して 持ってきた動画とか情報を組み合わせて、そういったね、新しい動画を作るんだと思いますけども、まあこれがね、なかなかね、面白いんですよ。あ確かにそういうことあったなと、ああ、そういうことで、当時はそういうふうに考えてたのか、っていう,うにね、いろいろ振り返ることがあったり、ものすごく懐かしい写真が出てきたりね、当時流行っていた、抱っこちゃんみたいなね、人形が出てきたりとかね、そういうのがあって、ついつい動画をずっと見続けてね、時間を過ごしてしまうんですけども、これも一つの商品なんですよ。 自分の表現にファンがつけばそれはもう商品が売れたのと同じです。まあ、というのはね、お客様っていうのはお金を支払う代わりに時間を使って自分自身の情報発信を見てくれるっていうことになりますからね。まあ、ですんでね、いきなり1000円2000円10万20万と儲からなくても自分の情報発信によって、まあ、いつも見に来てくれるようなファンができるかどうかっていうところ、これを最初の売り上げだと思っていただきたいと思います。商品が。 売れる、売れないっていうのは、まずね、商品を無料で受け取ってくれる人がいるかどうかっていうことに関わってくるのかなと思いますよね。その上で、有料の商品をどうやって売っていけばいいのかってことは、距離が縮まってお話しできると思いますんでね。えー、まずね、自分の情報発信にファンが付き始めたら、ご相談いただければと思います。その時にはね、即可塾の出番がまた来るというものでございます。ということでね、第一段階は、商品についてお話ししました。商品を持っていなければ、 売上の立てようがありませんからねねははい、では次はで次す、ね、集客です集客をどうしていくのかってことですけどもこれはですね何のために集客をするのか商品をお見せするため商品を売るため商品によって売り上げを立てるためですよねまあ、ですんで情報発信と商品ってのがもう認知イコールになってないといけないんですよねで私がダイエットの商品を売る時に恋愛の話をするのはちょっとね できないことはないですけども変化球になってきますですので私がダイエットの商品を売りたいときにはやっぱりですねどのように私が痩せていったかとかねどうして痩せなければならないのか痩せたらどうなるのかってことをずっと情報発信していってなるほど太っているよりも痩せた方がいいのかっていうふうに思っていただく必要があるんですよしかもその情報発信に先ほどお話したように繰り返し繰り返し来ていただくような表現の仕方を差し込んでいく必要があります ま、例えばね、痩せて、えー、健康状態が良くなった人とかね、太ってるとこういうふうな成人病がありますよ、みたいにね、揺さぶっていくとかっていうのもあると思います。まあ、そういうふうな形で情報発信をすることによって、えー、商品を間接的に伝えていくってことをするのが集客です。商品を買う見込みがない人、いくら集客してもしょうがないですからね。で、三つ目なんですけども、商品に対して、 お金を出してもらえませんかっていうふうにお話しすることなんですよ。まあ,あの集客のために商品のことを間接的直接的にお話しすることによってリピートができればもうこれは閉めたもんです。あとはですねその商品に対していくらの価値を感じているかってこともしくはいくらの価値を感じさせたかってことが価格の紹介になっていくそれがセールスなんですよ。えそういうふうにしてね3つ目の段階セールスってのをね えー、やっていただければ商品は売れていきますんで、おのずと利益が上がるってことになります。そして、世の中ではどういった商品が非常に売れやすいのかってことですけども、これを4つに私は分けています。まずはね、お金に関する悩みを解決するものが売れやすいです。2つ目は仕事の問題を解決するものですね。で、3つ目は健康に対する問題解決が商品として売れやすいです。4つ目は恋愛の問題解決ですよね。 でこの4つのいずれか自分の取り組みたいジャンルに対して一生懸命情報発信していって一生懸命商品を作って一生懸命その商品の価格を設定していけばいいんじゃないかなと思いますその日々が少しずつ自分の情報発信によるビジネスを成功させるというふうに思いますね、まあ、結局私もずっとそれをやってるわけなんですけどもね、FX、オリガルヒっていうのは何もね FX が面白くって楽しいからやるんじゃなくて FX によってお金を稼ぐ手段を提供できるからなんですよつまり FX の共済共済ってのはですねお金の問題解決のためにあるわけなんですよね FX がお金の問題解決をしないとしたら誰も見向きもしないと思いますんで、ねはい、特に ビジネスを一生懸命やるために商品を作ったりとかね、集客のためにあっちこっちに出かけていったりってことがなかなかできなくなってくる年代とか状況の方、これは40代とか50代から起きてくると思いますけども、そうなると、やっぱりね、FX が一番身近にある、う稼ぐ方法ということになってきますよね。まあ、FX ってのは、ね、集客しなくていいですからね。集客もいらないし、商品設定もいらないし、セールスもいらないと。ただ、相場の上げ下げ、為替の上げ下げで、 自分の利益を積んでいく方法ですからまあ本当にたった一人でお客さんなしに商品なしにできるという方法かなと思いますけどねはいじゃあ今回は以上でございます